数々のマイクを試してきた旅がここで完結。受信機1台と送信機2台で液晶画面が分かりやすい。機能性、拡張性が素晴らしい。使い方無限。コミカブーム XD 紹介するぞ。マイク使用ができます。コードを挿して本番いきます。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回紹介する商品はこちら、コミカブーム XD。 まあ、このシール邪魔なんでね、剥がそうとしたらこんな感じです。くそー、ここに貼るなぁ。というわけで紹介していきたいと思います。こちらパッケージがたくさんありまして、全6種類出しております。で、監督はですね、ブーム XD の2ですね。はい、はい、こちらですね、オーディオ機器の研究開発製造販売を行う中国企業でありまして、コミカはですね、そのブランドの製品となっております。特徴できることなんですが、1つ目、ワイヤレス。カメラと離れた位置で音声を収録することができます。最大で50メートル離れたところから音声を伝達することができます。そして2つ目、セット内容に含まれる送信機1台と受信機2つで同時に2人の会話を集音することができます。この音声に関しては出力側で LR を別々に出力したり、音声をモノラルに合わせて集音することもできちゃったりします。そして3つ目、とにかく軽い 28g の小型マイクとなっております。ちなみに内蔵マイクなんですが、マイクもこの本体に付属されております。おすすめできる方としましては、 YouTuber や Vlogger、 監督の場合は自主映画の音声問題、今ミラーレスカメラ上にですね、ガチャッと出て音声マイクをつけまして、でそこで役者ね、2、3人とかで撮ってるんですけども、まあ、やっぱ距離が離れたりとか後ろ向いちゃったりとかすると、音声のメーターが、ね、極端に上がったり極端に下がったり、結構遠近法によって音の大小が変わったりして、編集上で上げたり下げたりするんですけども、でも音声があれば最高2人までなんですが、ここにつけて会話することによって、役者が 50m 以上離れない限りはここまで気にならない、それが解決できるコスパいい商品というわけで、こちらの商品を見つけて買わせていただきました。じゃあ早速開封していきたいと思います。ダンシャン、こちらブーム XD。 では開けていきたいと思います。オープン。黒いかっこいいコミカと刻印が、開け方としてはベタッと、はい、中にはですね、取り出しました。3タイプとなっております。真ん中がカメラの周につける送信機、そしてこの2つがですね、受信機となっております。で、全て液晶画面がついております。中を開けますと、取扱説明書はですね、英語と中国語なのかな、漢字ばっかなので日本語は対応しておりませんが、こちら評判がいい商品となっておりますので、動画だったりブログの記事だったり見ますと、操作がめちゃくちゃ簡単です。で、この中の下段の中にはこちら SIM ピンとなっております。後で紹介します。で、中を開けます。2つ入っておりまして、外部マイクですね。これはどう使うかと言います。この部分でマイク収音ができますが、ペタッとテープ付きは嬉しいですね。例えばドラマとかバラエティとかでも、これをポケットとかベルトに挟んでコードを挿して体の下から出して、こういったことができます。このあたりに関してはうまくね、綺麗に隠したりとして、そしてもう一個こちらです。開けてみます。いろいろと入っておりますね。まずこちらコードとなっております。 3.5mm ステレオミニジャックケーブルが3種類付いておりまして、ミニジャックはやはり規格がありますので、後で買わなくてもいいというですね、みんな嬉しいタイプ C の電源コード、充電コードです。はい、そしてモフモフです。で、裏面を見ますと、ゴム製となっております。専用のものです。こちらにですね、この部分をセットしていきます。こんな感じかな？あ、つきましたね、つきましたね。はい、というわけで、この状態となっております。こうつけることによって、これ思いっきりこう。吸ってもこうやってやったりしても落ちません。ウィンドウジャマーですね、暴風です。外ロケの際、監督もね、自主映画の時に風のボコボコがめちゃくちゃ入ってくるんですけども、これをつけることによって胸元にあって、まあ、声をきれいに取れるので、かつ風が来たとしても完全に消えるっていうわけではないんですけども、何もないまっさらな状態よりも、これをつけることによってボソッボコボコボコっていう音が消えるというですね、ありがたい専用のね、ものがついております。こちら本体の近くにですね、つけます。今現在使っておりますのがソニーのミラーレスカメラ、このソニーのコードを使います。セットをしまして、あとは本体のマイク端子にこちらをつなげれば OK です。で、ここにですね、シューがついておりますので、このクリップにカチャッと差し込むことによって安定します。
セットをしていきます。ちなみに音声に関しては、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。監督ラボの監督です。音声今2つ使っております。片方にしたいと思います。はい、音声メーターがですね、常に収録されているか分かるようになっております。例えばこれを近くにすると結構声がでかい。と遠くにすると声が小さくなってるのがもうリアルタイムで見ることができるという便利ですね。こちらは本当に簡単なんですよね。今まではですね、マイクから離れると声が小さくなっていたかと思うんですけども、はい、こんな感じで前に行っても後ろに行っても音声は一定で撮ることができます。コードがいらないんだよね。ワイヤレスなんで、集音状態もこれを見ることにはちゃんと集音されておりますね。はい、もうあとは録画ボタンを押すとちゃんとね、映像と音が合わさって集音できているというわけなんですよね。本当に違いました。例えばイメージの段階ってメッセージ性があればなおよし的な、うん、なくてもいいです。ここはなくていい。本当にじゃあ笑える、本当もくだらないのが。なるほど。いやー、これ買ってよかった。これなんですけども、電源を入れますと何も初期設定ペアリングしなくてもすぐ使えました。特に長押しして受信来て OK ですっていうんじゃなくて、もう電源入れたらもうすぐね接続されている状態なんで、めちゃくちゃありがたいです。でそれぞれのボタンを紹介させていただきたいと思います。まずですね、受信ボタンが2つついております。長押しで電源のオンオフを切り替えることができます。そしてこのプレイヤーって書いてるのはペアリングですね。基本的に使わなくて OK です。万が一接続が外れてしまった場合はこちらのボタンを押して、もう1回ペアリングをし直すということができます。はい、で続きまして裏側に行きますと、こちらですね、みんな嬉しいタイプ C の充電器ですね。付属のこちらを、はい、差し込んで、まあ、あとは足して本体自体を給電するというわけになります。リセットボタンですね、基本使わないです。音声がなんかうまくいかないとかペアリングがおかしくなったら、このリセットボタンを先ほど紹介しましたこちらですね、 SIM ピンを使ってリセットをかけることができます。でこの上面に、こちらがマイクですね。ポンポン押したらゴソゴソ言います。この本体自体をマイクとして使うこともできますし、先ほど紹介しました外付けのここにピンとありますので、差し込んでピンマイクで収音することができます。ピンマイク使っていきたいと思います。マイクを、マイク OK、こちら今ピンマイクの音です。ピンマイクの音です。ピンマイクの音です。ピンマイクの音、はい、ピンマイク近づいてくる、近づいてくる、近づいてきました。遠くに行く、遠くに行くというですね、このピンマイクの音声と外します、この本体からの音声を収音することができます。これがめちゃくちゃ便利です。自主映画を撮る際にこれつけたと思ってたら、実は途中でなんかぶつかって外れてしまっていて、カメラ本体に内蔵されているしょぼい音声で収音されていたということがですね、結構あるんですけども、このですねロック機構がつくことによって外れにくくなっております。これ嬉しいね。音声結構重要です。はい、続きましてじゃあ受信機側見ていきたいと思います。今現在こちら繋がっておりまして、結構いろいろ種類があるかと思いますが、簡単です。上リセットですね、小さいリセットは SIM ピンでリセットすることができまして、これは電源ボタン、同じく電源長押しでオンオフ切り替えることができます。これ見てわかる通り音量の上げ下げとなっております。10まで行ってまた戻るみたいな感じになっておりますね。まあ6ぐらいにしておきますかね。逆側行きます。同じく充電するタイプ C の差し込み口があります。音声のコードですね、こちらが本体からつながって受信で伝達している状態となっております。であと嬉しいヘッドホン端子、音声を差し込んで聞きながら状況を確認することができます。こちら今電源入れたいと思います。長押し、そうしますと2つ入りましたね。音声がダブルで今収音されているというわけですね。はい、で片方今切れたので片方しか今収音されていない状態となっております。そして嬉しいバッテリー残量も見ることができますね。このこちら1デシベルずつですね上げ下げすることができまして、最小が0で最大が12まで上げ下げすることができます。でこの本体なんですけども、マイク周に差し込んでカメラとすぐ近くの位置で使うという使用方法となっております。でそしてですね、この音声なんですが2つ設定することができます。でまずステレオに関してこちらとこちらをですね別々に収音することができます。大きく音量を収録したい場合に使います。こちらの設定はですね、2つのマイク入力を個別に記録することができますので、左右のパンや音声編集をすることに特化しております。まずですね、2つあるということでバイノーラル録音も対応できたりします。そしてモノラル設定、こちらですね LR です。それぞれ自然なバランスで収音することができます。こちらですね、手っ取り早く2人の音声を収音する際に使うのがモノラルです。そんなわけでですね、ざっくり紹介させていただきました。はい、というわけでですね、この Boom XD いかがだったでしょうか。いろいろメリットデメリットあるかと思いますが、監督はもう買ってよかったと思います。こう来るからね。送信機2台、液晶画面、数々のマイクを
数々のマイクを探してきた数々のマイクを試してきた旅がここで完結。スマートフォン専用の何ものがついて、2つここから違うな、どういう開き方、カチャッとはさ、はし、このついているシムペンを、シムバイノーナル、バイノーナル、お水、いやこれ合わねえんだよな。